えーどうもお疲れ様です。今週はですね、なかなか手が出せなかったと思いますし、今週はエントリーをする必要はありませんよ、ポジション持たなくていいですよってことを前提で1週間追っかけてきました。えー、やっぱり動きの方がね、なかなか難しかったと思います。えー、なんせね、5つ星というふうに私も今回はランクをつけさせていただいたように、まあ滅多にない 一週間だったと思います。まあ、こういう時は取れなくてももうしょうがないわけですよね。えー、でね、一週間のまとめになりますけども、3月22日金曜日17時に、まあ、天井にぶち当たって下がっていったわけですけども、まあ、この後ね、実は FRB の発表が22時からありまして、ここから数えると5時間後ですけども、その後の形がこういうふうになっています。はい。FRB の発表後、 下に伸びたものが一旦上に上がって下にドンと来たわけですからこれは下落のトレンドを書いてるかなっていうところですよねまあトレンドといってもこのレンジの中での小さな動きですからまあ小さなトレンドという形になるかなと思いますで結局は上と下でレンジを測ってこの間で動いてるよねっていうところなんですけどもここからですね今度は新しい週に切り替わっていきますけども やっぱりこのレンジを元に考えていけば次の週もそこそこ取っていけるんじゃないかなと思います。まあそういう意味で言うとね、えー、ここのような上田総裁の発言の後、さらにそれを助長するようなあ後の動きですね。こういうふうな激しい動きはもうありませんので、えー、だいぶ見えやすくなってくるんじゃないかなってところですね。まあ今週本当お疲れ様でございました。あの、来週からまたしっかりと 稼いでいこうかなってところですね。で、気がついたらもうあっという間に4月ですね。はい。皆さん、新しい春になりますけども、どのようにお過ごしでしょうか。まあ、FX はね、いつもこうやって1年間、いつでもトレードができるわけですけども、だいたいそうですね、トレードが可能な日が200日あると言われてますけども、今週みたいにね、1週間全く使えない時もありますんで、だいたい実際にトレードをする日は年間で100日、3日に1度っていうことになると思います。 やっぱり自分の力量とかも考えたら、さらにね、少なくなると思います。100日のうち、だいたい50日、トレードができるかな、どうかなっていうところから始まると思うんですね。まあ、この50日っていうのは、だいたい、まあ、水曜日というかね、木曜日を中心に、割とトレードがテクニカル的にできやすい日ってことになります。で、スキルが上がっていくと、年間で100日ぐらいトレードができるようになって、その100日の間でね、ポジションを、 二つ三つ同時に持つっていう日もありますんで、だからその100日を200日とか300日にできますよってことなんですよね。やっぱりこう、トレードの技術が上がるってことは、その一つのね、このチャートの動きの中に、ポジションを例えばセルで2個持つみたいな感じができたりとかね。それからこっから反転して上昇するときに、ここでポジションをさらに二つ持つとか三つ持つみたいなところになってくると思います。もちろんね、あの、ここはファンダメンタルなんでほとんどの 方には向かないんですけども、テクニカル的にグーッとね、上昇トレンドが来て NG を書いてどんどん上がっていくときっていうのは、ポジションを決済せずに、新しいポジションを同じ方向にどん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 持っていくってことによって、えー、1日をね、例えばここだったら4日分エントリーに使っていくってこともできるわけですよ。まあこういうふうに考えていくことで、えー、実はね、限られたトレードの日数、50日なり100日を倍増させていくっていうふうな、まあそんな、 やり方になってきます。はい。じゃあ、たまにはね、こういうところもお見せしていきますんで、えー、また、新しい週によろしくお願いします。それでは。